願いします。まだだよ。昔々あるところにおばあさんとおじいさんがいました。それでもお家が全然なかったので靴いりませんでした。そしたら大きな石がいりました。そしたらなんと木も靴いりました。そして木畑に行ったら木があって全部靴いりました。そしたら、ね、お家もお風呂もできました。そしたらキッチンもできました。それはどんなキッチンっていうと キッチンです。木がね燃えてるみたいです。そして燃えるのフライパンみたいなのはね黄色にして色もつきました。そしたらお家ができました。そしたらいつもお家を靴りました。そして100個お家を靴りました。そうしたらすっごい100個大人がいて、赤ちゃんも100個いて、もうね心配しました。そしてお母さんもお父さんもお兄ちゃんも小学校の人もね、みんないました。そうしたらお姉さんとお兄さんもいました。そしたらもっと立てないおじいさんお父さんがいました。そしたらお家で待っててお墓を洗いに来ました。そしたら救急車を車をくつろかねって言ってて、すっごい車をくつって救急車もくつって病院もくつって全部くつりました。そしたら第1病院も第2病院も第3病院も第5病院も100病院もくつりました。そしたらあるとこにお家がありました。そして何駅も電車もくつりました。そしたら、あーって言って、変なこと言いました。そしたら、それでも、口出した。そしたら、サッカーがやってたら、サッカーステージに行って、サッカーしてあった。